激戦を伴う逃亡の末、曹操は帝を自らの本拠許昌に迎え入れた。曹操はそのまま帝をいただくと、許昌を新たな都とする。皇帝、万民が畏敬すべき絶対的存在、それもまた力の一つ。曹操の名は天下の群雄の心に刻まれるところとなった。その翌年、曹操は南へとその視線を移す。慶州の炎上を攻め、そこに居座る長州を討つ。方針を定めた曹操は大軍を率い、一路炎上へと向かう。長州は恐れおののくと、すぐさま降伏を宣言。その証にと、曹操を炎上での首席に招く。そこにあるのは卑屈か策謀か、いずれであれ今は前へ進むのみ。曹操と天意はあえて虎穴にいるのだった。いかがでしょうか、曹操殿。この長州の降伏の証たる主公、お気に召していただけたでしょうか。あ、おやおや、酒が足りませんでしたか。すぐお持ちしますので、どうぞごゆるりと。これで良いのだな、書くよ。まずまずといったところですね。ではこちらも宴といきましょう。殿、やはり小賢しい策であったか。わしの命預けたぞ、天意。任せください。チキショウ、古い真似しやがって。これはわしが何としてもお守りします。まずはどこを抜けるか頼んだぞ、ティーン。宴の座標に来ては腰を折り、罠を抜けねば帰らせても危険。その首もらい受ける。いざ。窮地から救うのはやはりお主。アクライの武勇、世界の豪傑に勝るとも劣らず。レンド、どんなものを用意していたと思う。長州はよほどわしを逃したくないと思う。
なんだこりゃ。まあいい、全部ぶち壊して進むぜ。その組もらい受ける。いざ。
加勢してください。やってる。助かりました。助けに来てくださるとは、お手をつかわせてしまい申し訳ありません。そんなに気にしないでください。ここから逃げましょう。殿、バカを言うな。お前のそのキスでは殿の進む道塞がれるわけにはいきませんや。かかってきやれ。こっからは御大将に指一本触れさせねえぞ。いっちょ上がりだぜ。なお戦おうとされるとならば我らも共に戦います。卑劣なる中心に一心を組みましょう。その傷、早急な手当てが必要です。手早く決着をつけよう。炎を見る、長州は西側に隠れているはず。ここはまず城外の敵を一掃しよう。お前の戦、並大抵ではないな。どうにもならん。長州の籠城には何か意図があるはず。用意があるはず。様子を見ながら進む。と連動して撃ち合いを襲いつつ敵に竜兵の本を長州はそのために時を稼いでどうだ。ならこちらも罠を仕掛けてみようか。長州の援軍を一網打尽にするため。そうそう、僕んかよもや見つかってしまう。Oh yeah!
炙り。さあ切り上がれ。こちらの準備は整ったかな。我ら流氷軍の準備は整った。長州殿、攻勢に転じるならば今ぞ。
てるぞね。ではここからは腕づくといこうか。何のやり方なの。まったくどこだろう。一つ問う。お主、長州に主に準ずるか、それとも己が才、策に準ずるか。これは感じの悪い質問だ。才だ。俺は己の才と策に命をかけた。未練はあるが悔いはない。さあ寄ってくれ。天意にもよかろう。かくよならばその際我が元で震え。猛徳、本気か。天意がいなければわしの命はなかった。こやつの英知使い手があろう。それにしても見事な武勇よ天意。お主は古の英雄アグラに比するやもな。いや